職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。9番のプレイヤーが発言します。チーフーさん、アイチョンさん、エリさん、ありがとう。はい、村人陣営でした。言うこと考えてなかったな。うん。何言おうか。まあなんかそれぞれの動き任せるんで、まあ好きなことしていいんじゃないですかね。なんかそれに俺何も否定しないんで、好きにやって。まあ考察かな。考察落としてほしいなって思いますね。で、まあ、俺が人間だと思ったところはちゃんと保護していくんで、任せといてください。任せといてください。9番、村人陣営なんで。はい。なので、疑わないでくださいね。シンプルですけど。はい。伝わったでしょ。以上です。1番のプレイヤーが。ね、9番さんはちょっとフラットより、ちょっとビクロかな、少しなんか自分のフィーリングでちょっと9番さんちょっと黒いなって思いました。で、まあ自分の進行論としてはちょっと釣り位置を言ってほしい。まあ自分が9番さんちょっとビクロという感覚を負ったんで、結構やっぱ同陣営って精査が大体同じになるんだよね。で、まあ例えば9番さんが人狼じゃなくて、自分がただ間違えて9番さん怪しんでるだけかもしれなくて、まあ2番さん3番さんが同じく9番さん怪しいと、逆に4番さんがどこが9番さん怪しいのとかなると、逆に4番さんが人狼で9の白透けしているような感じもわかるんで、自分そういうとこから人狼って探していくんで、ちょっと怪しい人は怪しいって言っていってほしいか、そこから自分は人狼を探していこうかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。まず9番さんのところで95秒でお願いします。僕は9番さん全然黒いとは思いませんでした。だから1番さんのフィーリングでって言ってたけど、ビクロっていうのは全然理解ができませんでした。ただ1番さんはフィーリングって言ってるんで、はい、それは多分1番さんの主観なので、それが、僕と違うからといって別に1番さんを黒くは見てません。まあ1番さんは素直にそう言ってたのかなって思ってますぐらいかな。時間余っちゃったな。あ、そうそう、捏造しないようにね、あの村人はしっかり原文拾っていきましょう。原文ね、村でも全然やるんでね、なんか悪意に聞こえるんで、あの間違ってる人は間違ってるよって他の人が教えてあげてください。はい、僕も気をつけます。原文拾っていきましょう。捏造はしないように。はい、じゃあ3番さんどうぞ。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番、2番さんの最初の意見は結構同じこと思っちゃったな。9番さんのあの傲慢さっていうのはなかなか狼でできるのかなっていう意味で考えると、まあそんなに黒くは感じず、そういう視点では1番さんがビクロと表現したのは意見が合わなかったなっていう感じです。2番さんはその、9に対する視点、1に対する視点は意見があったけど、その捏造するな捏造するなって言ってたところはちょっと引っかかったかな。現状はそれぐらい。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ということで、まあ同進行っていうことですよね。ビクロ、まあ正直申し訳ないですけど、9番さんの話あんまり聞いてなかったんで、ちょっとやばいなっていうのがありますね。1番さんがフィーリングで9番さんのことを黒くて、3番さんとかがなんか言ってましたね。ちょっとすいません、あの本当にあのわからないですね。まあ、同進行っていうことで、まあ、村が勝てることを祈ってますわ。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。3番さん白です。3番さん白です。あ、同進行ね、あの、嫌ってるわけじゃなくて、ちょっとシステム的な理由で、あの、同進行やって、あの、僕結構、
携帯の問題ですね、これは。iPad の問題です。はい。システム的な理由で一締め出させていただきます。で、そうですね、まあ、9番さんから始まって、まあ、9番さんの、まあ、その1周目の、結構ね、僕も不敵なというか、傲慢的な、ちょっと根拠のない自信のある、自分の城アピールっていうのが、少し感じ取れて、まあ、1番さんは1番さんで自分の感覚で黒いって言ったんだろうけれども、僕は、そうだね、2番さんが一番、まあ、なんだろう、感覚的には、近いかなと思ってる。4番さんはね、あんまり色が見えない位置です。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。よろしくお願いします。僕は9番さんのことのビクロっていうのは、僕も拾っていて、9番さんって、村だと思った人は保護していくんでっていう形の話をしたと思うんですけど、あんまり村人陣営でそれってやんないかなって思ってるんですよ、うん、まあ、多分村人陣営って黒を精査していく人間だからと僕は思ってるから、白を保護していくやり方を取るんだって単純に思いました。なんか変な言い回しだなって思ったところがちょっと黒いなと僕は思ったので、まあ、1番さんもそういうことを言ってるんならとかっていう話をすると2番さんに捏造って言われるので、1番さんが同じ考察で思ったんだったら、まあ僕は意見が合うなと思いましたぐらいですかね。まあ、2番さんのその捏造云々に関しては、僕は1番さんと意見が合うので白いと思いますみたいなことが多分捏造になるので、はい、そういうとこ気をつけて。7番のプレイヤーが発言します。おはようございます。霊能師です。はい、私霊能師で、皆さん、なぜ9番さんに言えないんですか？あなたの位置で、たとえ1周目の発言で村だと思っても保護することは不可能なんですよっていうのを、トップバッターの位置ですよっていうので、そこをなぜ皆さん突っ込めないのかなと思って、おかしく思ってます。だから、ここ、9番さんに私の霊の権限、預けましょうか。一周聞いただけで保護する位置、はい、釣りたい位置、9番さんに、はい、プレゼントしましょう。これで9番さんが、はい、人間と思った人を保護することができます。っていう形でいかがでしょうか。まあ、4番さん、ちょっとわからないとか言ってたけど、考察落としようはいくらでもあると思うんですけど、特にプラグ立てしてる人がいましたからね、4番さんより前に。8番のプレイヤーが発言します。まあ、俺は単純に中盤はヤクワ人外かなと思ってて、うん。うん。なんか、単純に頼りないよね。頼りないなって、中盤には思いました。保護していくとか、うん。本当にできるのかなと思って。俺はグレードおかしいなと思ったの。4番、3番、1番。うん。一番さんに関しては、フィーリングセンサーしてるんで、フィーリングセンサーって、ほとんど、あんまり伸びないと思ってるんで、単純にフィーリングセンサーしてる一番さんがおかしいなと思ってますね。あと、三番さんはね、なんか20秒ぐらい余らしてたところが、なんか印象悪いです。はい。あと、四番さん話聞いてない。それだけですね。95秒ね。9番のプレイヤーが発言します。はい、ありがとうございます。保護する位置か、難しいな。まあ、白崎の3番さんは、まあ、白崎だから置いといて、むずいな。4番保護したいなとは思いました。なんかあんま人狼っぽくないかなって。まあ多分人狼って発言シビアに聞くと思うので、まあ暴論ですけど、多分1番、6番、8番の方が人狼像には当てはまるんですけど、まあ8番が言ってることは全部真っ当ですね。真っ当です。で、6番さんは、まあ、誤解だなとは思ったので、で、なんか、
その保護するっていうどうのこうのが人外視点じゃない、あ、人間視点じゃないって言って与えられた上に、なんかその後のなんか1番2番への触れ方が6番がクサ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 に、俺の中でクサクサマークがつきました。もうこれ怪しいってことですね。人狼なんじゃねっていうクサクサマークがつきました。時点は1番さんなんですけど、まあ1番さんの進行っていうのはね、基本的に自分釣られないように言ってる可能性があるなと思ったのは、まあまず俺に誘導してるからですね。はい、16から釣りましょう。はい、1番。まあ俺はちょっと潜伏している方が真だと思うから、2の方が真じゃないかなと現状思ってる。しかも5番さんって三白でしょ。で結構俺囲ってんじゃないかなと思ってんだよね、結構。で強靭値が4番さんか9番さんかなって、やっぱ9番さんってちょっと怪しかったもん、なんか雰囲気的に。で4番さんってあの、ね、誰一人怪しまずに結構発言速攻で切ったから、まあ、狼ってより強めなんだよね、4番と9番が。で、自分目線は6番さんって9怪しいんだ、視点が合ってんだよね。俺も9番さんビクロで見たから、6番さんも9ビクロで見てる視点を自分と合ってた。で、8番さんってそこで4番怪しんでて、自分も4番さん。結構時間、発言短かったから、あそこ怪しんでて、まあ、俺怪しんでるとこはちょっと引っかかるけど、だから俺結構サンゴローロンの4か9に強人いるんじゃないかなと思うけどね。現状。なんか2番さんが若干1番に少し怪しい視点を持ってて、なんか3番さんが1に黒塗りしてる感じしたから。まあちょっと7番さんがいけるなら初日3釣りでも俺ありなんじゃないかなと。もし3番に行けないなら強めの。4番さんしか俺釣れないと思うよ。結構4番さんって発言短かったから。まあだから3番さんか4番さんに行こうかなと、現状2が真かなとは思ってる。2番のプレイヤーが発言します。いやー、正直これ言おうかどうか迷ってますけど、5番さん、システムメタみたいのはやめてください。で、まあ、もうそれ以上言わない方がいいかな。はい。まあいいです。まあ、結果、後で見てくださいね。はい。で、なんだろうな。まあ、4番さんは非常に気になりましたね。なんか、狼探してるようにはあんまり見えなかったです。で、1番さんですけど、現状は1番さんは2番のこと死んで見てくれてるみたいなので、今日は置いといてもいいのかなって思ってますかね。うん、まあ占い師の精査はもう皆さん多分分かってると思うんで、まあ俺8番さんもあんまりそんな人狼っぽくはなかったな。まあ一周しか聞いてないんで分からないんですが、まあ、今日釣るなら4番か9番かなって。でももう霊能が何だろう、6番の白崎の3番でいいよって言うんだったら3番釣りたいけど、うん、まあそこは霊能さんにお任せします。あ、ダメだって言うんだったら4番に行きたいかな。あんまり狼探してる風には見えなかった。はい、聞いてなかったっていうのがびっくりしましたね。人狼ゲームしてるんだったらみんなに迷惑かけるから。3番のプレイヤーが発言します。ちょっと2番印象悪いな。現状だと誤信のさらに言うと2強ぐらいかなっていうふうに思ってますけど、まず1番が 5の初日囲いおったけど、3番と5番ってほとんど意見が一緒だったんで、そんな初日囲いあるかなっていう話なのと、1番はその話の中で9番のビクロが完全に飛んでる、いきなりヘイトが3番に向けられたっていう感じ。そういう意味では1番すごく黒くなったなっていう感じ。あと9番さんが1番叩いてるのに、1番さんは全然9番本当気にならなかったんだねっていう感じ。うん、なのに
旧白を打ってる2番さんは、ドーン進行を守ったから、まあ、それだけの理由で進と置くんなら、それはちょっと理論が違うんじゃないですかっていうふうに思ったかな。だから1番さんが現状サイクロっていう感じですね。で、気になってるのは、まあ、4番さんとか6番さん、8番さんは、この後意見聞くんだけど、6、8はやっぱりその意見があべこべだったんで、どちらかというと、2、3対1っていう対軸の中で、なんか、2番も印象いいとか1番も印象いいみたいな話だったような気がするから、それをもう一回聞かせてほしいかな。はい。なので、現状俺は1番がサイクロ。釣るなら1番釣りたい。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、そうですね。まあ、2番さん、9番さん、1番さん、村で、まあ、多分5から8、サンマさんの中に、3人がいるかなっていうふうに思ってますね。まあ、その理由としては、まあ、自分1周目やばかったんですけど、まあ、あんまりそこで何も突っ込まれず、つらつらと言ったけど、まあ、1番さんとかが向ける視点っていうのは普通だと思っているし、まあ、2番さんのちょっと切れた感じが真かなっていうふうに思ったときに、まあ9番さん白先なんで、まあ白かなっていうふうに思いますね。3番さんに関しては、まあ1番さんに今言ってたことなんですけど、まあ1番さん視点更新したんじゃないですかね。まあ、ビクロって言っててもあくまで、まあ一周目に言ってたのって、フィーリング精査でしかないと思ってるから、まあなんかいきなりサンマさんにヘイトが飛んでみたいな話をしてたけど、まあそれ2周目ね、ファッションだけじゃなくて、視点更新とか、まあ入ったら、それは変わるんじゃないかなと思うから、まあなんか、1が一番怪しいっていうのもあんまりしっくり来ないかなっていうふうに自分は思いました。まあなんで、もしかしたら5さんの囲いとかもワンチャンあるかもしれないですよ。はい、ということで、まあ、5番さんは人狼かな。5番のプレイヤーが発言します。4番さんは2番さんに釣る、4番さんから釣りまって、2番さん芯で見るって感じですかね。1番さんが3号ローローって視点落とし、4番さんも1番さん追随して3号ローローって言ってて、1番さんは2を芯って言ってて、2番さんっていうのは4番さんを釣り押したにもかかわらず、4番さんが、2番さん真と言ってるから、4が1を完全に、めちゃくちゃゴリゴリ白上げしてる構図に見えてます。2強4、1ローローあるのかなっていうふうに僕の視点見えていますね。はい。3号ローローになんで、1番さんの結構ね、偏った視点だと思ってるんですよ。3号ローローって追い方が。で、4か9に強人がいるって言ってるんです。1番さんって。4番さんって、1番さんめちゃくちゃ白上げしてますよね。その偏った視点に丸乗っかりしてますよね。僕2、1、4の3人街かなっていうふうに見えちゃいますね、どうしても。1周目って正直、8番さんが僕の白先の3番をグレーに含めたっていう発言してるから、8番さんの方が気になってるんですけど、2周目の4番さんのスケールの方が、俺はかなり違和感を感じました。はい、なんでそんな1番さんをかばうのかなっていう、はい、不思議ですね。2番さんが4番さんを釣り落としてますが、全然4番さん人外あると思ってます。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。5番さん2強で見るんだったら9、4ローのが見えないですか。なんとなく。だって9番さんって4番さんだけは必りにしたいって言ってるんですよ。1番さんは4番さんと3番さんのどっちかで、3番さんいけないんだったら4番さんって言ってるわけなので、2強で置くんだったら1、4ローじゃなくて9、4ローにならないかなっていうのが僕の率直な意見かな。4番さん5、6、5から8に2人街って言ったか3人街って言ったんだけど、まあ2人街でも3人街でもほぼ5が真だった場合は6、8ローローとかな、6、8の
人外ペアとかになってくるから、残り多分2番とかになってくるね。4番さんが、考察してます、それって。って思うかなって思ってます。だから今日は、僕がグレーで行くなら4番さんでいいかなっていうふうに思ってるし、うん。ほぼ5番偽かなって思っちゃってるわ。この感じだと。3番さんも、1番さんにした指摘って結構変よ。だって9番さんのこと、だって1番さんって9番さんのこと強靭で置く。1番さんって9番さんか4番さんが強靭かなって言ってるわけだから、1番さんして9番さん怪しくないんですかって言ったら怪しいんでじゃん、だって、そんなのって思います。はい。7番のプレイヤーが発言します。悩みますね。いやー。4番さんを何で見るかなんですよね。4番さんって本当に、狼だとしたらゲームメイクが全然できてないんですよ。こういう無防備な狼っていうのをするかっていうところを考えなきゃいけないんですけれど、ポジション的に考えたら、それをするポジションではないんですよね。発言5番手っていうことはもっと、いろんなことを喋れるんですよ。っていうところを考えると、やっぱり今日4番さんっていうのはプリーチから外していいんじゃないかと思います。で、1、6、8、ここの、はい、3択でお願いしたいって感じなんですけどね。片白釣りは私は大嫌いなんですよね。はい。それを言ってる1番さんには若干の興味を感じてしまう。でしょう、若干の興味を感じてしまうっていうところなんですけれども、なんていうのかな、例えば4番さんが狼だった場合、2番さんってあまりつながらないんですよ。どちらかというと、5番さんとつながってしまうのかな、4番さんの発言から読み取った場合っていう感じ、そういった発言が6番さんから出てこなかったんですよね。悩んでます、私自身が。はい。8番さんの発言も聞かさせてください。8番のプレイヤーが発言します。ああ、もう21ローローで4番9番に強靭刺さってると思いますよ、ね、2番さんってなんか1番はじゃあ俺を新目で見てる外す、8番もなんか人狼っぽくない、うん、で釣るなら4球って言いましたね2番さん、はい。2番さん9番あげるんですか？ 2 番さんって9番白ですよね、うん。2番さん出現しましたね。これで2番の芯切れない人はいるのでしょうか？いませんね。で、2番か8番 A の白評価、はい。おかしいですね。なんでか理由も言わないですね。で、一番を一枚足に出たのに、それがひっくり返って、一番さんを白と見るんですか？保存位置にするんですか？二一ローローですね。一番釣ります。まあ、6番5番芯切ってるけどね。まあ、ほとんどの人が2番のその要素取ってなかったから、まあ、無理なのかもしれません、ね。ん？で、二番さん。するなら494って言いましたね。明らかにおかしいです、2番さん。21ローローにしか見えませんよ、これ。なんで俺は1番いきます。はい、以上です。全プレイヤーの発言が終了。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番6番の遺言を発表してください。あー、僕か。あー、ごめん、僕騎士だったんだ、ごめんね。言えばよかったね。いや、釣られると思わなかった。ごめんね、7番死ぬわ。うん。
さよなら。もう、ごめんな。あ、キッコーマンさんありがとう。いやー、ミスったね。太鼓今いるなら出ておいでよ。僕、騎士だから。素でしょ？いいよ、出ておいでよ、もう。多分もういないと思うけど。いや、ミスったー。ごめんね。でもね、僕8番で言ってた2番の出現取られてなかったんだわ、本当に。だとしてもやっぱり5番の考察が僕変だと思ったから、5番って2番強靭で思うんだったら、やっぱり9番4番だと思う。それは絶対そうなると思う。1番4番にはならない、狼が。なんで2番を強靭で思ったのかもよくわかんないけど。それはもう絶対自分のね、めちゃくちゃ思う考察だから、5番狼、3番、僕普通に3番狼だと思うんだよね。5、3狼の4強心とか別に普通にあるんじゃないかなと思ってる。から、まあ、5番は絶対偽です。ごめん、2かもね。いい？その疑いには、うん。2番間で、うん、急黒出します。ああ、了解了解、はい、夜昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。なんか勝てる気がしないな。どうしよう。5番はなんで昨日レーザーのシーンに従わなかったんだろう。てかね、7番さんこれ負けちゃうよ。これ多分ね、4番強靭で、5番さんは昨日しょ4投票でしょ。4投票の4は外せって霊能指示従ってないんで、まあそれはあの騎士も4に入れてるから何とも言えないんだけど、はあ、どうしようかな。まあ4強1号ローっていうところかな。うん、まあ、9番さんの意見も聞くけど、5番さんは投票説明、9番さんは、5番さんの偽要素を上げてください。俺は1番ローだと思ってるけどね。昨日1番落としであれば絶対すぐに勝ってたと思うんだけど、ちょっと7番さんと6番さんの視点が違いすぎたね。非常に残念。あの大体、5、3って言ってるけど、じゃあ5番が3番初日で囲いました。でそんな安直に3番の意見に乗っかる5番だったら新占い、じゃない狼だったらそれすぐ負けてるんじゃないかね。すごい残念だけどね。4番のプレイヤーが発言します。はい、いやこれは3、8ローローじゃないですかね。まあそもそも6番さんはランチ時入れられてる時点で出てこないとダメですね。まあ負ける未来がちょっと見えますね、自分も。で、そもそも、なんだって、1号ローロー。まあ、5番さんが対抗の2番を噛んだっていうことですかね。まあ、割と2番さんって、まあ出現うんぬんかんぬんってか言われてたから、5番人狼の時に2番さん噛む必要性ってありますかね。ってなった時に、5番さんって急クロを打ってるわけじゃないですか。新強なんじゃないですかね。5番さん強靭の、2番さん真の、5番さん真助の、3番さん確定神の、31のライン切りもしくは、8番さん3番相方囲われていることを分かって、不当な審査芸2番、苦味。まあ、3番さん人狼じゃないですかね。5番さん強靭な気がするけどね。5番さん人狼で2番さん噛みますかね。
騎士もいないのに。もう習わんといかんで、まあ戦ってもよかったじゃないですか、出現を本当にしてたんだったら。まあ自分はちょっと庭浅い出現聞いてませんけど。5番のプレイヤーが発言します。出現について説明しますね。2番さんは釣り1は4か9っていうふうに挙げました。占い師使用して9番ランダム白ですって言ってます。だから釣り位置が4と9って挙げてるのは、ランダム白を持っていない、占い師の発言、つまり偽っていうことね。偽がつけたっていう8番さんがそれを指摘してる。で、2番さん、2番さんがね、地紙なのか、漂白紙なのかは分からないけど、出現をしたことによって、逃げ切る方法は、9番さんが、囲われてる状態だったっていう結果ね、2番さんの、漂白紙しかないってこと。これ地紙か、強靭な漂白紙かはまだ分からないよ。うん。ただ4番さんはそれを、その視点出てこなかったでしょ。だから、岸さんの遺言通り、4級ローローは全然まだ可能性としてあると思ってます。2級4級ローローね。6番さんには指摘されましたけれども、岸さんにね。その発言だったら、9がなんで1周目4を保存って言ったのかっていうところに引っかからなかったのかって、確かにその通りだと思いました。はい。で、9番さんを占いました。白だったら白で、隠し白でしょ？うん。でも黒でした。で、2番さんが噛まれてました。結論、漂白紙です。はい。これを追ってください。だから4番さんはどうしても3番さんに人狼を塗りたいっていう視点しか離れないんだったら、人外、やっぱり人外なのかなと思ってます。はい。僕は4番さんが初日は人外目高いと思って投票してますから。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。あ、確かにメモってますね。2番さん、4は9。4は9。確かに出現ですよね。どうしますか？ご神進行行きますか？ご神進行行って9番さん取って、はい、負けたら、2番さんの出現っていうことで、はい、うん、地紙しかなかったんか、強靭でもう噛んだのかっていうところって感じで、まいったな、6番さん、申し訳ない。はい。まあ、皆さん、今日は号泣の欄でお好きな方に入れてください。一応、はい、ローンは5番さん立ってますんで。はい、ウランさん、ありがとう。8番のプレイヤーが発言します。はい、9いきます。はい。それだけですね。まあ、もう騎士が噛まれてる状況か、噛まれてる、釣られてる状況か、もうつまんなって思いましたね。単純にあそこを6釣る議論じゃない。どう考えても、まあ2番釣りたかったんだけど、本人言っちゃうと、2番新切りって、うん。でもさすがに俺だけが言うと無理だから、まあ21ローローかなと思ったら29ローロー。はい、行けば行きました、ね。どんだけっすね。うん。ちょっともう、ランテージ上がったら C をしてよ。これラストかな。負けて寝たくないね。6番屋さん。もうないわ、それは。で、7番と4番と9番が、あ、仲良く6を殺してると。うん。2級ロー ローの4番巨人ですか、はい、村が騎士殺すんですか、ね、もう、ちょっと、いや、もう、まずムカついた、はい。それだけです、はい、うん。もうムカつくだけですね。聞きます。9番のプレイヤーが発言します。こっちがムカつくわ。なんでそんな狭い思考しか8番できないの、マジで。もうどうしよう、なんかセットか諦めて、なんかもう村負けでもいい気がしてきた。なんか疲れてる人が何人かいるんだもん。俺拾ってたけど、ちなみに2番が急しろって言ったけど、まあ、ただ本物だと思ったけど。
しんどくない？なんか。でも5番って2番地神の線しか追えないわけでしょ、この状況って。最悪の可能性を5番が想定してないわけでしょ、地神するしかないって。じゃあもういいんじゃない？5番の結論出たから。つってとしか言いようがないし。なんか8番がこの発言人外出てたらなんか嫌だなっていう感じなんだよね。ムカつくとか。まあ、どうなんだろう。なんか4番が狂人はあんま分かんないけどね。言ってることめちゃくちゃだし。なんだっけ。要するに自分をかばったって言ってるけど、俺しかかばってないけど、1番、2番の方に寄った考察してるからね。やっぱ4番人狼っぽく見えないし、5番とのライン見ても。でもなんか3番が白の時に、1番があの状況で9番、4番狂人。5番3番狼って片白に向けた考察2番シーンを置いてするかって言ったら微妙だから、まあ、そこは考え直した方がいいかなとは思うくらいですね。はい、まあ5番いって8番が村だったら投票変えなきゃ負けですね。はい、1番のプレイヤーが発言します。あの9番のロー追ってなくて、まずやっぱ俺2が死んだと思ってて、まずね、あの2級ローローだったら絶対多分9番さんって8に入れる。8番って2一ローロー追ってんだよね。8番って2一ローロー追ってる時点で2級ローローだったら絶対8を殺すよ。だって6番さんって5にせだって言ってる人物よ。6番5にせだって言ってる人物が2級ローローで9番が6釣る必要がないから9の狼って薄い。で8番さんのおかしい要素って2一ローローって言ってたけど、自分9番さんがビクロって言ってて、2番が9白打つ行為って、あの1が死ぬ白の打ち方だから2一がないから、それを追ってる8番がおかしいから俺8投票した。でね、8番が占い精査結構逆に言ってるし、俺8強じゃないかなと思ってて、やっぱ3番さんが怪しい。あの2番3番が1怪しいんで、もう5番も3しろって結構俺殺しに来てると思ってるよ、かなり。でも5番4投票してるんで5、4見えないから4弾きね。でも8番って今日9釣ろうとしてるから8強で、やっぱ3だよ。35ローロの9、8強でしょ。だからもう3番さんが黒いから絶対9番さんとか行かないよ。全プレイヤーの発言。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番、5番の遺言を発表してください。おかしいだろ、もうまともなのが霊能しかいないです。もう2番さんの出現は拾ってるんでしょ。8番さん、8番さんは何なんで俺に変えたの。2番さんは、4級が釣り位置ってんだよ。9番さんランダム白ですっつって初日に4と9を卓に上げてるんだよ。ランダム白を持ってない人ね。持ってない人だから偽の占い師なの。占い能力持ってない人だ。でその出現を拾われてるからね、投票してるわけでしょ。8番さんに投票してるわけでしょ。で2番さんを噛んで9番さんが漂白紙で噛んでんのね。これ2番狂人かもわかんないよ。2強の91ローローかもしんないし、ね、4級ローローかもしんないし、2の地神かもしんない。9番さんが僕の発言捏造したのも拾ってますか。僕は2の地神を追ってないって9番さんに言われたんですけど、それ捏造ね。6番さんに2強の2強だったら4級ローローあるんじゃないの、9が初日で4保護してるから。ああ、なるほどって思って9番さん占いましたって言ってんの。俺、2の地神しか追ってないって9番さんに捏造されてるのね。いやー、この村ちょっと人外がちょっと、考察人外が多すぎて分からないっすね。ごめんなさい、霊能さん。
はい。まともな連絡でし。夜が更けました。人狼に人狼のか。そう簡単に結論を急ぐな。夜、昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。まあ別に5番言った理由は、じゃあもう9番か、そこまで言うなら、いや5番言ってやるよって感じかな。まあ、あと、まあ、5番には一応クレヨンさがあって、6番って、5番は絶対にせって言ってたの。5番がなんか6番の発言で、49ロール2教授追ってたって言ってるけど、6番49ロール追ってないんだよ。だから捏造してるなってぐらい。どうすんのこれ。でも正直ね、どうせわかんない。オキシも釣られちゃって、はい、5番が絶対にせです。もうどうせかわからんわ、これは。なんか、一番で言っとくけど、俺はね、だから2番おかしいじゃん、動画があんな出現しといて。誰も拾わんかったから、マジでこれ終わってるなって思ったよ、村の思考が。それだけ。で、あと、も誰も拾ってないし、なんか2番が1番弾く理由がおかしいやろ、どう考えても。手のひら返ししたみたいな。だから逃げちゃったって言ってるんですけど、それがおかしいって言っても知らん。でも4強なんだろうね。だからじゃあもう、持参どっちかなんじゃないの。9番のプレイヤーが発言します。はい。まあね、8番が言ってることはね、結構真っ当ではあるんですよ。まあ実際2番って出現してたしね。だから別に8番の、まあ視点で一番二番狼を追うのは、まあ許容できるなって思ったんですけど、じゃあ、なんか一番が狼だった時に、まああの段階で一番の視点から9番4番に狂人いるまではわかる。で、片白に、まあ狼だった場合、釣り糸を作りたいわけじゃないですか。じゃあそれが一番は3番に上げようとしてたっていうことかな。っていうあんま人狼像に俺は見えて、いないので、まあ1番3番で比較すると3番の方かなって感じちゃいますね。まあ3番はなんかなぞってるだけなんで、まあ9番が確かに1番のことを疑ってたよね。まあそれでも1番は単純に2番が本物っていう、でまあ出方だけではあるけど、まあ、そこで考察見たっていうだけの話なんで、まあそれが怪しい要素になるかって言ったら、まあならないというか、まあ、俺は1番の方の白を拾うかなっていう感じ。3番がそこで1番に怪しさを向けてもね。まあ、これ間違ってたらね、もう3番に土下座なんだけどね。って感じかな。まあ、4番さんが人狼だったらしんどいなって感じ。なんか、狼には見えてないからしんどいなっていう感じですね。はい。そんな感じです。以上です。1番。俺は3番に行く。あの58ロールの時、あの霊能者が乱指定を4外して816の乱指定してて、58だった時に8って結構危ないと思うんだよね。それだったら、あの58ロールだったら8の誘導に合わせて俺投票してくると思うのよ、58だったら。そこで5番って4に入れてるから、あの、58に見えない。で、8番が昨日もう、霊能の指示に従って、ちょっと9に行こうとするのは、ちょっと違和感あるけど、俺8は強じゃないかなと思ってる。やっぱ3番がローじゃないかなと思ってんだよね。その理由って、やっぱ、
まあ、俺3番がやっぱ徹底的に俺殺しに来てるのが、やっぱ俺が5番の方がローじゃないか、2の方が死んじゃないかって言って、2周目言っても1結構殺しに来てるから。で、4番さんも自分と同じで結構3を追ってたんだよね、視点を。で、そこ同じだったから。だから5番って4殺しに来たと思うから、俺は3で終わると思うよ。3番のプレイヤーが発言します。はい。残念ながら9番さんは盲目だね。はい。盲目すぎる。ここまでの流れで、昨日俺が5を偽っていう形で言って、ちゃんと5番に投票してる事実を考えないとダメだと思うかな。7番さんっていうのが5を死ぬ結構7番例のが追ってるんで、8番さんってどちらかとふわふわしてる、プラス3番と意見が同調してたから、あの1番投票一緒にしてるでしょ。あのもしベクトルを変えたら全然昨日9番釣れた、俺が狼なら。それをやってないっていう事実をどう考えるかで、今日の8番さんの意見は発言内容死んだ人しか発言してない、で、3、1、どっちかでしょ。で、4番、強靭まで言えてないから、8番さんの方が強靭。で、4番さんは、実は、まあ、発言内容は、あれかもしれないけど、投票行動は一貫してる。あの、5番追ってたからね。初日から。うん。だから、4番さんの票っていうのは今日3番に入ると思う。4番さん、5、3を追ってたんで。うん。で、あの、9番さん、1番さんに票回収されてると思わないとダメ。初日からビクロって言われて、そこからの2巡目全然触れず、3番に急にヘイトが向かい、で、昨日の時点ですでに票回収発言だからね、9番さんに対しても。1番さんの発言を思い返せば、まあ1番さんが狼っていうのが分かるはず。で、おそらく8番さんが狂人、4番さん村。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ皆さん寝た方がいいですね。まあ声から伝わってくる、あの、疲れてる感じがすごくします。まあやっぱりね、5番さん偽だと思うんですよね。まあ5番さんって初日自分投票してて、しかも発言でも自分のこと言ってるわけじゃないですか。でも占い先は9番さんなんですよね。めちゃめちゃおかしくないですか、やっぱり5番さんって。プラス、まあ、騎士の6番さんが最終発言で釣られたときに、やっぱ6番さんって5番を偽疑いしてたわけじゃん。だからなんか、まあ、1番さんの自分以外は2番さんの質疑を拾ったっていうふうに言ってたんですけど、まあ、確定役職が2番さん死んだって言ってて、やっぱ地神って追えないんですよね。ってなったときに9番さん白で、で、まあ、8か3か1かってなるときに、まあ自分もね、やっぱり3番さんの1叩きがなんか2周目から不当性しか感じないですよね、やっぱり。なんで、やっぱりラスールは3番さんの3号かなっていうふうに思いますね。まあ8番さんも結構すっとぼけた感じで、まあ実は8番さん人狼で、まあご両親2番さん叩きっていう可能性もあるけど。まあちょっと自分は3番さんかな。強人誰だろ、まあ、1級は村だと思うんですよね。まああって8番の可能性あるけど、いやー難しい。全プレイヤーの発言を終了しました。これから投票に移ります。バカ者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番、3番の夜が更けました。人狼の方は、ってください。これ誰だ、狂人。
昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。はい、巨人でした。ということで、今度こそ当てたいと思います。29ローローの4強ですね、これは。はい、ごまさん死んだと思います、発言から。あと、さんまさんはかなり村でした。なんでさんまさん入れました。で、おそらく一番さん村なんですよね、思考的に。一番視点でさんまさんが怪しく見えるっていうのはわかるんですよ。だから1が3にベクトル向けるっていうのは普通で、で9番さんね、人狼ですよ、絶対。って言っていつも外れるんですけどね。まあでも今回は命かけて最後の試合ということで、多分9番さんご主人様だと思って自分は全力で5番の偽を追いましたよ。まあ9番さんがご主人かなと思った理由としては、なんか昨日の前かな。なんか、なんだっけな、5番さんが別に思うならいいですけど、みたいなこと多分9番さん言ったんですけど、9番さん目線って5番さん核人がいるから、なんか5番さんに助けを請う、なんか、感じが、めちゃ果たしてるなっていうことで、まあ、確信しましたね。まあ、プラス、結構5番さんが自分に、疑いの視点、まあ、占わってこなかったのは、あれ、ちょっと、5番越しにあるかなっていうのを思ったんですけど、割と5番さん、信憑性高かったんで、まあ、自分は2級だと思いますけど、これどうしたらいいですかね。まあ、マジで強人なんで信じてほしいんですけど、まあ、1番さん投票とかしますが、まあ、1番さんは限りなく白だと思ってるんで、自分は。まあ、指示お願いしたいですね。ランテージ投げられたら負けます。8番のプレイヤーが発言します。あのめんどくさい、俺強人だから。うん、ニーケルローローやんでしょ、どうせ。だから投票放棄してやったんだ。ご主人誰かわかんないから嫉妬を受けて。わかりますよね。はい、1投票します。はい、俺強人だから来ました。はい、9番のプレイヤーが発言します。じゃあ、いや、俺の主観で強人っぽくない人4番なんで、8番か1番に強人いるなら4番投票かな。もう割れちゃうんでね。まあね、もう多分強人1番さんだと思ってんだけど、違うんかな。まあ、1番さんは多分9番2番狼分かってたと思ってるんで、分かってたと思ってるんで、だからずーっと変わったと思うんですよね。で、いやまあ、まあ俺の人狼要素は昨日の4番投票が、もう人狼ですって言いました。4番投票、人狼ですっていう感じですね。うん。多分8番も強人じゃないと思ってるから、どっちかというと1番強人決め打ちして、4番投票したい。うん。で、いいかな。もう狼狙っちゃってるからね。1番さんに投票しますわ。村でしょうね。で、多分、俺村の場合って多分5番1番とか見えんじゃない。狼狙いに行っちゃってるからね。1番さん投票しますわ。はい、じゃあ4番かな。4番に票合わせてください。はい、1番のプレイヤーが発言します。これちょっと難しいから、俺人狼なんだよね。51ローローなんだけど、もう2番さんにすり寄って占いされないのと釣られないようにした51ローローね。だから3番って徹底的に1怪しんでるから、もう3番は殺したかったのよ。でね、俺4番が強人を信じてる。4番強人信じてる。だから8いって。まあ4番さんって9のご主人持ってるやろ。4番さんって。これ実際51ローローなのよ。51ローローで5番さんがなぜ俺に行かずに4に行ったかって相方だからなのよ。俺まあ3番殴って、まあヘイト買うけど、それの方が釣られないかなと思った。だから結構4と1って釣られそうだったから、もう5番って相方だから4に釣りをしたんだよね。
で、4番さんの狂人っぽいのはやっぱり占い神経を合わせようとしたとこで、9番の8番の狂人がありそうだから3つったんだよ俺。8番の狂人がちょっとけど、8狂人なさそうだね。けどだから俺4番さんの狂人信じてるんで、4番さんがちょっと9のご主人追ってるだろうから9に言っても多分いかないから、おねるのローを信じてくれるのは8位って、8が一番狼っぽくないやろ。だから俺の狼を思うなら4番さん今日8位って、8投票ね。全プレイヤーの発言。ノーノーノOK。 一番のプレイヤー、やっぱ信じてくれた。俺やっぱ4の狂人、4番さんが発言短かったじゃん。やっぱ4の狂人は追ってた。うん、信じてくれたね。いちごローローね、いちごローロー。3番の狂人がないから、まあ3番殺して8の狂、8狂人ありそうだったからね。あそこで9行くとか言ってたから、ちょっと狂人は釣りたくなかったから、4か8狂人で見てたから3釣り誘導したから、4番さん狂人で間違いないよね。そのまま8入れといて。8番のプレイヤーが発言します。よくわかんないんだけど、もうこのまま同票でいいよ。で、俺が明日1番噛めばいいだけだから。全プレイヤーの発言が終了しました。ノーノーノー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、何なのこれ。2、5、1、ロロ、あ、もう最後勝って終わっちゃった。いや、この説当たってたよ。うん、3番、4番、1番ってグレア、うん、あ、おかしい言ってて。1番、3番、4番当てれてるから。1番、4番でしょ、どうせ、調子。4番でしょ、うん、もう分かってるよ。なんか、もうめんどくさいなって。ルタ君の狂人強い。甘くありそう。6釣りとかないやん。9番。もう、デーノのランテージ刺さってるんやったら、6番デーって来いよ。って思っちゃったわ。夜が更けました。人狼に、人狼の方は、私はただの石。いやー、狂人説得させないといけないから。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番ゲーム終了、人狼陣営の勝利です。はぁ、あーやっぱ4強ね。2番なんだ、うん、ちょっともうそれ村勝てんやろ。どう考えても、あの8番さんいいっすか。あの2番はしてるよ。してないよ俺。2番はそんなこと一言も言ってないから。いや、4級って言ってたから。誰か聞いた人いますか？あ、4級って言ってた。4級って言ってましたよ、本当に。言ってたから言ってんのか、ね。4級はメモってるって、僕も。で、あ、言い間違いだなと思って聞いてましたよ。ただ、あ、これは突っ込めるなっていうふうに。え、マジで言ってたの？言ってない。全然確認してない。聞こえなかった。言ってますよ、言ってました。言ってるよ。だから俺突っ込んだんだよ。
2番さんそれ飲んだの、うん、2番さんが出現してたんだ。4球釣るって言ったの、釣るなら4球みたいなの言ってた。4球って上げてて4って言った。いろんな多分アーカイブ見た方がいいですよ、多分言ってた。見てください、見てください。だから言ってたよ。だから言い間違いだとは思うけどね。そう、言い間違い多分9番って言ってましたね。あ、本当？え、どういうこと？釣りたい違うってこと？そうそうそう、4球って上げてた。41のじゃあ間違えたこと、2番さん。いや、俺1番も言ってないし、4、9番も言ってない。人狼ないとか言って、4番は言った。って4番は言いました。9番って一言も言ってないです、僕。じゃあちょっとアーカイブ誰か見て。5番さんは41って言ったんだね。41のどっちか。そう、うん、4が1をかぶって、あの、かばってるように見えるっつって。やたら4に使う。6番さん出てくれなかった。ランページ分かってた。はい、ちょっともう。でも4番僕を死んだと思って、あれだったんだね。殺そうとしたんだね。いやー、もう全部間違えてました。てか7番さん4番ランページ含めないとダメだよ。4番おかしかったから。人狼がないとかでも、ノンバおかしいやん。だよ、まあ4番開けなかったら俺4番触れなかったけどさ。あの、確実に6番さんがキッシュをしたら1番さん票集まってる場面だったんで、そこは、あの、考えてください、8番さん。騎士出たら、まあ1番さん取られる。いや、多分、6番さんどこ入れてる ?4 番。だから4番。4番入れてんだ。そう、噛み合ってないんだよ、役職が。僕と騎士が4番入れてます。4に入れてて、私が6に入れてるんですよ。強靭は騎士に入れてるから仕事してます。騎士釣りで確実に強靭生存してるし、ね、2巻で5つって、もう強靭さえ釣らないかね。強靭が分からんかった。8番さんも強靭臭いし、4番さんも強靭。9は黒打った瞬間に、うん、あの反発してきたから強靭がないのがあるわかりです。なんで2